動物の友達と VTuber トラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアダリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日はまあ昨日言った通り、ちょっと仕事ではあるけども仕事じゃ半分ないっていう、そんな感じで座学なんですよね。8時間半ぐらい座ってずっと座学で、もちろんご飯は食べますよ。もちろんご飯は食べるけども座学でさ、大変だね。なんかずっとさ、僕は別に結構動き回ってわーっつって、ね、鉄板切ったりとか接着したりとか、 あとは何フォークリフトの刃の上に乗ってわーって行けーっつってやったりとか、あとプラッターの上に乗ってね、すげー速度出したりとかね、まあいろいろやってますけど、まあそんな仕事ですからいいんだけども、ずっと座りっぱなしの仕事の人ってまあ大変だなって思って、逆もあれだけどね、立ちっぱなしの仕事っていうのもあれですけどね。僕昔合唱部にいてさ、合唱が嫌いになった理由がずっと立ちっぱなしだからっていうのがすっげえ嫌いだったんでやめましたけど、まあ、そういう意味で言うとずっと同じ体勢をとってるっていうのは本当に大変だなって思いますし、あとはまあ講師の人おじさんも大変だなって思いますよね。僕は1時間で喋りっぱなしで1時間で終わりですけど、でもあのおじさんは8時間喋るわけだから大変だよね。まあなんかお給料多分いいんだろうと思って、お給料は多分あれで5外円稼いでますから、あの人多分相当金持ちだと思うんだよ。だからまあいいかと思って、まあ、ほっときますけども、はい、まあそんな感じでございまして、今日は半分仕事じゃなかったけどしんどかったです。はい、まあ明日ちなみに休みなので旅行の計画でも立てようかなって感じですね。さて、ということでございまして、今日のニュースなんですけども、かなり悲しいニュースですね。11月12日のニュース、これ CNN の報道です。シマウマの赤ちゃん花火の音が原因で死ぬ、イギリスの動物園です。イギリス、イングランドのブリストル動物園はこのほどシマウマの赤ちゃんが地元の祭りで鳴り響いた花火の音に驚いたのが原因で死んだと報告したというわけでございます。で、このニュースによると生後8ヶ月の赤ちゃんホープ、名前がホープちゃんっていう名前ですけど、のぞみですよね、今月4日花火の音に怯えて突然走り出すような行動を示し、飼育所の仕切りの構造物に激突、検視の結果衝突の衝撃で即死だったことが判明したという。ホープはイギリスが新型コロナウイルスの感染拡大を受けて最初の全国規模の封鎖措置が実施されていた今年3月に生まれていた。社会に暗い空気が漂う中での誕生だっただけに、動物園の職員や多くの来園者は前向きな気持ちを抱かせる象徴として喜んでいたという。まあそうだよね、かなりこう経済的にも、ね、気分的にも落ち込んでる中において、こうやって動物園の中で子供が、赤ちゃんが生まれるっていうのは非常に喜ばしいニュースですし、まあこれが落ち着いたら行こうか、会いに行こうかなっていう人もいたと思います。で、花火なんですけども、この打ち上げは11月5日前後のお祭りボンファイアナイトを祝う行事の一環だった。今年は新型コロナの影響で住民らが集まることが禁止されて、大半の打ち上げは中止となったが、多くの住民が自宅の庭で花火に興じていたという、まあ、だから公共のそういうでっかい花火っていうのは打ち上げられないから、もう自分ちでやろうっつって、でそれで自宅の庭で花火をやってたと。でその花火かどうかわからないんですけども、それで驚いて亡くなっちゃったということが最終的に原因ですよね。で、動物園の幹部は声明でホープが死んだことに触れ、花火を使った住民らが意図したことではなかったことは承知していると指摘。その上でシマウマや馬、野生生物であれ、あるいは自宅にいるペットであれ、花火が動物にもたらし得る影響を悲劇的な方法で明示したことになると述べたですね。まあだから花火って確かに面白いし、こうお祝い的な行事として長崎とかね、ああいうところで結構爆竹使ったりとか、
あと中国ですね。中国は結構爆竹使ったりとか花火っていうのは、まあ、やっぱりすごい華やかなもんで、人間は盛り上がりますけども、野生界であんな爆音ってしないですから。野生の中であんな爆音がするとしたら、よっぽど雷が鳴るとかそういうレベルだと思いますけども、そういうのがいきなり鳴っちゃったとしたら、やっぱりシマウマでなくても混乱しますよね。もっとも子供なんかもね、怖がりますよね。子供っていうのはどちらかというと人間、まあ、社会のなんか秩序の中に入る前の動物として僕は見てますから、そういう意味で言うと動物である子供っていうのはかなりこういう大きい音ってビビりますから、まあシマウマの子供だとしたら、まあ本当にそれは驚いたし怖かったろうなと思いますけども、ただやっぱり意図的ではないんですよね。もう怖がらせてやろうっていうやったわけじゃないから、もうこれは事故だとして考えるしかないですけども、これをまあ教訓に何か動物園だったりとかその周辺の地域の住民の人たちが考えてあげられないといけないんじゃないかなっていうふうには思いますね。やっぱり生きてるのは人間だけじゃない、この世に生きてるのは人間だけじゃないですし、まあ、動物園っていうのはやっぱり自然から生き物を預かって命を預かっている場所ではありますので、そういうところをやっぱり考えてあげないといけないし、ちゃんと生かしていかないといけないんじゃないかなっていうふうに僕はこのニュースを見て思いました。ということでございまして、今日のニュースはシマウマの赤ちゃん花火の音が原因で死ぬでございました。